はい、ニエラです。今日はね、今話題のメロエッタの優勝方法をやっていきたいと思います。スピーカーからヒューンシティの BGM を流す。まずこのスピーカーを、まあ、このね、BP を支援するっていうところから、まあ、解放するんですけど、街歩きなのかな？違うな。スペシャル。あ、これだ。懐かしいね。もう俺 BW あんまやってないけど。やってなくても懐かしいわ。で、コーストエリアの、まあ、ある場所へ向かおうということで。こんなの誰が気づくんだろうね。まあ、正直さ、もう解析で、メロエッタが出るって分かってないと無理だよね。ここが一番近いかな。コースト屋外教室から。渦巻きの風が吹いている地点っていうのがあるらしいんで。つむじ風が吹いてるらしいんで、まあ、まずはそれを探しましょうと。パッと見じゃ分かんないけどね。かなり分かりにくいですけど、確かに風は吹いてますね。この辺だったらどこでもいいのかな。この辺でなんか1分ぐらい回るらしい、こうやって。 はい、1分数えますか。本当かよって感じだけど、なんか回る向きとしてはこっちでいい、こっちっぽいんだけど、右回りっぽいんだけど、風と同じ。なんか時間はいいのかな？回りすぎる分には問題ないのかな？まあ、大体なんか30秒から1分らしいんですけど、大体ここら辺でやめて、カメラを構えて、お！ BGM 変わった！いる！すげえ！セーブすべきだよね。カメラを構えてセピアにすると BGM が変わってメロエッタが現れるとは聞いてたんだけど。すーごいな、これ。どうやって気づくの？ちなみにこいつって草タイプっぽいよね、めちゃめちゃ。これなんか可愛すぎて殴れねえよ。一旦モンスターボール投げていいですか？めっちゃ捕まりやすいとかではない。まあ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 。ちなみに僕は5世代で引退したんで、ポケモンをね、なんかこう、可愛くなくなった。メロエッタは知らないポケモンですね、ほぼほぼ。完全に。もうちょっと5世代が肌に合わなくてね、やめたんで。こんな可愛いポケモン殴れないよと思ったけど、なんか可愛くなくなったんで殴れますね。これどういう効果なの？なんかさ、こうやって誰も分かんないような方法で幻のポケモン出るんだったらさ、まあ、トモッコの4匹目もワンチャン出るんじゃないかっていう気がするね。これ絶対草だよな。絶対方式聞かないよね。え、寝ちゃった。うわー、これ歌うみたいな感じ？で、なんかバトルフォルムに変化するみたいな感じなのかな。ああ、捕まった。ぼーっとしてたら。なんか伝説よりは捕まりやすかったかな。まあ、変わんないか。いや、すごいね。他にもあんじゃないのかなって気しちゃうけど。メロエッタはちょうどね、5世代のポケモンで、今回のこのブルーベリー学園が一種地方5世代の場所っていうことで、まあまあなんか特別ではあるんだろう。テラスタイプ格闘だ。フォルムチェンジに合わせてか。
その辺もちゃんとしてんだな。テンメグなんだこいつ。いやすごい、こういうのまだありそうだね。